よっしゃー、神戸大学受かったぞ。春からキャンパスライフ楽しみやな。あ、ツイッターでもして同じ新入生探しとこっか。ハッシュタグ春から新大生っと。ん、何やこのアカウント。神戸大学新幹線実行委員。何何、入学前にいろんな部活とかサークルが参加して部活の活動の紹介とかしてんのか。え、めっちゃ面白そう。え、これ絶対行こう。まだ大学で何するか決めてないし、いろいろ見てみたいから助かるなぁ。やっぱ一人やと緊張するなぁ。このグラウンドか。え、すごっ。こんだけ団体の数だね。150も部活とかサークル来てんの？多すぎー。いやぁ、明日は用事あるから今日しか来られへんけど、一日で全部見れるかなぁ。よーし、順番に見ていこう。新入生ですか？弓道興味ないですか？めっちゃ奥深くて楽しいんですよ。はい。興味ないなぁ。お願い、ちょっとだけ話聞いてもらえませんか？全然大丈夫ですよ。全然興味ないのに話聞いてしまった。さ、次行こう。お、新入生ですか？アメフト興味ある？あるよね。ちょっと話だけでもどう？はい。やばい。まだ2つしか見てないのに30分経ってる。でもめっちゃ勢いよく来るから、興味なくてもなかなか断られへんな。あ、新入生、テニスどう？初心者も多いよ。新入生や、アカペラしませんか？歌上手くなってモテるよ。法律詳しくなるよ。これありますね。毎年新幹線って言って3月末ぐらいにいろんな部活とかサークルが自分たちの活動を紹介するイベントがあります。祭りの屋台みたいな感じでブースがたくさんあって150ぐらいの団体が来てますね。基本2日間あるんですが、すごい新入生っぽいオーラ出して一人で歩いてるととんでもない勢いで声かけられます。勢いすごいから気の弱い人はね、興味ないとこでも話聞いてしまって時間なくなりがちです。断る勇気はね持ちましょう。なんか変なウイルス入ってきてるんや。体調管理しっかりして受験に臨むぞ。よっしゃー、受かった。よっしゃ、これで前から行きたかった新大の新幹線行けるぞ。わあ、どんなサークル入ろうかな。楽しみやな。ちょっと新幹線で出てくるサークル調べよう。今年の新幹線は感染症拡大防止のため中止？え、年に1回しかないのに？くっそー。去年は新幹線中止やったから、どんな感じの雰囲気かつかめてないけど、今年は新入生いっぱい歓迎して、新幹線楽しむぞ。え、今年も新幹線中止やで。これありますね。これマジで、2020年度入学の人ってめっちゃかわいそうで。新幹線はもちろんのこと、講義は全部オンラインやし、サークルとか部活も自粛してるから、マジで大学行く機会なかったみたいですね。神戸大学だけじゃなくて、全国の大学で、何のために大学入ったんやろってなってる学生が大量発生したようです。2018年ぐらいから2021年の間に入学した学生は、だいぶいろいろと制限されてきたでしょうね。今年から新幹線は対面になって、学園祭である六甲祭もしっかりやるみたいなんで、学生の皆さん楽しんでくださいね。